こんにちは、ずんだもんです。先週は沖縄に行ってきたのだ。沖縄といえばハンバーガー。ジェフサポは全員ジェフに立ち寄るのだ。看板メニューのヌーヤルバーガー、とっても美味しかったのだ。沖縄ワールドの玉泉堂、大迫力の鍾乳洞だったのだ。象の花でおなじみのマンザモン、2000円札でおなじみのシュレーモン、実際に比べてみたのだ。本当にまんまなのだ。 A&W にも立ち寄ったのだ。ルートビア、僕は大好きな味なのだ。飲むサロンパス、なんてとんでもない暴言なのだ。沖縄といえばここも外せないのだ。ブルーシールアイスクリーム、紅芋と塩チンスコ、沖縄らしいフレーバーを選んだのだ。大満足なのだ。ここはラムサール条約登録湿地なのだ。深い意味は特にないのだ。タピック幻想ヒアボーンスタジアム、ジンベエニョ、可愛かったのだ。試合を振り返るのだ。前半25分、荒井一輝選手のゴールで先制。後半16分、サウダーニャ選手のゴールで追加点。相手ディフェンダー4人をドリブルで翻弄した。見事なゴールだったのだ。その後、相手の反撃を1点に抑えて2対1で見事今シーズン初勝利を挙げたのだ。ずんだもん、写真と説明が合ってないわよ。嘘をついてごめんなさい、なのだ。先週沖縄に行ってないのだ。2019年の遠征の写真を使ったのだ。勝ったので遠征した妄想に浸ってたのだ。今度はホーム初勝利が見たいのだ。茶番はこの辺にして、ホームの山形戦に行きましょう。ちなみにメタンは僕の招待券で入場します。ということで、やってきました蘇我駅。まずは今日試合開催できたことが何よりなのだ。3月1日に選手3人に陽性者、加えて選手10名の濃厚接触者認定が発表されたのだ。クラブ活動の中止や試合の延期も覚悟したけど、新たな陽性者も出ず、濃厚接触者の観察期間は試合前日まで。とりあえず試合は延期にはならなかったのだ。とはいえ3月4日に U18 の選手をリスト登録するなど、出場できる選手が足りないことは明白だったのだ。その上、対戦相手は過去3シーズン勝ててないモンテディオ山形なのだ。不利な材料ばかりが揃うのだ。最悪の結果も覚悟しつつ福ありに向かうのだ。出場する選手がベストメンバーの精神ですわ。あれこれ考えてもしょうがないのだ。出場する選手を信じて応援するのみなのだ。到着しました、福田電子アリーナ。風は強いけど良い天気なのだ。絶好のサッカー観戦日和なのだ。心配事は多いけど、試合する以上は応援あるのみなのだ。早速入場するのだ。ウィン、ファイ、オール。突然何か始まったのだ。既成事実化すればスタグル食べられるかなって。しょうがないのだ、半分こなのだ。ところで今日のスタグルは何かしら。コーナーを立ち上げておいて僕に投げっぱなしはひどいのだ。寒いし体の温まるものが食べたいわね。それならばここしかないのだ。インド、スリランカカレー様ならなのだ。スタジアムで本格的なインドカレーが食べられるのだ。ちなみに実店舗は昔の本拠地市原臨海の近くにあるのだ。定番メニューは実店舗でも食べられるから、本日の限定カレーにするのだ。ナビーマサラ聞いたことないのだ。でも様ならに外れはないのだ。信じるのだ。それではいただきます。おいしい。ミネストローネを限りなくインドに寄せた感じね。僕も食べるのだ。おいしいなのだ。インド式も疲れ新感覚なのだ。大きめにカットされた玉ねぎが良いアクセントなのだ。
単品とシンハー系のビールの組み合わせで、夏場にあったら最高なカレーよ。わかるのだ。単品でインド式もつ煮込みとして夏場に再登場してほしいのだ。ビールが飛ぶように売れそうなのだ。ごちそうさまでした。ちなみに公式設定が17歳だから、ビールの下りはマスターの代弁よ。ちなみに僕には年齢設定はありません。なのだ。あと様ならはアウェーグッズ着用禁止エリアにあるのだ。アウェーサポーターが買いに行くときは注意してほしいのだ。ウォーミングアップの時間なのだ。今日は選手入場前に着席できたのだ。選手が入ってきたのだ。初メンバー入りの選手も多数いるわよ。しっかり後押ししましょう。平均年齢24歳、サブのみなら22歳。ヤングジェフを後押しするのだ。今日のトピックは川又健吾選手の復帰なのだ。実に442日ぶりのメンバー入りなのだ。2021年は怪我で1年を棒に振ってしまったのだ。今年はスーパーサブでも良いから相手の脅威になってほしいのだ。元日本代表なのよね。そうなのだ。2020年の活躍は半端なかったのだ。しかし動きはまだまだのように思うのだ。それでも久々にメンバー紹介で名前を読み上げられるのは嬉しい限りなのだ。まもなく試合開始なのだ。スクランブル体制のメンバーだけど、新加入選手や高卒ルーキーには絶好のアピールタイムなのだ。爪痕を残してほしいのだ。今日の試合、注目の高卒ルーキーがいるのだ。牛久保俊介選手なのだ。最大のストロングポイントは空中戦の強さなのだ。前節の琉球戦でプロデビューしたユースの名門三菱 OISC 出身で U19 日本代表候補選手なのだ。琉球戦で見せたロングスローの飛距離にジェフサポはみんな驚いたのだ。ロングスローは不在のシーズンと思われただけに、明るい材料として一気に注目されたのだ。思いっきり暴れてほしいのだ。どんな状況でも勝ち試合は見たいわよ。守備の形は誰が出ても大丈夫なのだ。無失点でいけば勝機はあるのだ。キックオフ。ここからは動画は使えないので写真で振り返るのだ。まずは前半5分、桜川ソロモン選手のヘディングシュート、惜しくもクロスバーを叩いたのだ。そして早速西久保俊介選手のストロングポイントが発揮されたのだ。桜川ソロモン選手が相手を引きつけて収めると、見せかけて西久保選手が手前でジャンプ、打点の高いヘディングでマイボールにして見せたのだ。ジャンプ力が半端ないのだ。このシーンも後方からのロングフィード、空中でトラップして見せたのだ。ジャンプ力が半端ないのだ。その直後にクロスを入れるのだけど、相手が足を上げたのを見て股抜きのグラウンダーを選択したのだ。高卒ルーキーとは思えない落ち着きなのだ。良い意味で末恐ろしい選手なのだ。ロングスローの写真も撮ってみたのだ。フォームが美しいのだ。ボールの軌道も綺麗だったわ。決定機を作った36分のシーンを広角で撮ってみたのだ。距離も放物線の描き方もやべえのだ。西久保俊介選手、今後も注目していきます。要チェックですわ。さっきのロングスローで得たコーナーキックからフリーで飛び込んだ福光選手のヘディングは惜しくも枠外だったのだ。前半は2度決定的チャンスがあったわね。前半はスコアレスで終えたのだ。山形の支配率 70% というスタッツほどピンチの連続でもなく、
ケーキも作れてたのだ。前半終了後、川又選手が真っ先に石久保選手を叩いてたのが印象的だったのだ。私、すっかり彼の虜ですわ。ハーフタイムの控え選手の深掘練習、川又選手が真ん中に入ることが分かったのだ。まだ激しい動きはできないのかもしれないのだ。この試合結局出場はなかったけど、10代の選手が多い中での精神的支柱としての役割は十分に果たせたと思うのだ。サポーターは復活の時を待ってます。後半キックオフ。後半も山形に支配率で圧倒されるものの、全くチャンスがなかったわけではないのだ。佐々木翔吾選手の直接フリーキックは惜しくも相手に弾かれてしまうけども、低い弾道で確実に枠にはいけたと思うのだ。センターバックの選手とは思えない精度でしたわ。その後もゴール前にボールを放り込むものの、スコアレスドローで試合終了なのだ。試合終了後、サウダーニャ選手がゴール裏を称える行動をしてくれたのが印象的だったのだ。サポーターを含めた全員で難局を乗り切って取り取った勝ち点1なのだ。そういうメッセージだと僕は受け取ったのだ。ホームで無得点、ボール支配率 31%、 数字だけ見れば実質負け試合ね。しかしスクランブル体制の強に限ればスコアレスドローは十分に評価できますわ。出番の少ない若手選手がギラギラしてたのが良かったのだ。勝ち点1でも良い自信になったと思うのだ。充実感が見えますわね。西登録の矢口選手のケアをずっとしてた新井翔太選手、場内一周でもつきっきりだったのだ。サウダーニャ選手の笑顔には二度癒されるのだ。アウェーでの得点率の高さを考えると、次の試合は点を取ってくれると信じてるのだ。一人だけ挨拶が遅れた選手が来たわよ。ヒーローインタビューに呼ばれた影響で遅れたのだ。チャンミンギョ選手なのだ。今日はボランチの選手が足りない状況で、本職のセンターバックではなくアンカーでの出場だったのだ。遅れた怪我の巧妙でサポーターから祝福されてるわね。その上、今日は誕生日なのだ。誕生日の日に一番躍動してましたわね。ピンチの彼が通じてたのだ。しかしどこかの韓流アイドルかしら。わかるのだ。プレーでもルックスでも女性サポーターの心をわしづかみしてるのだ。次の試合はアウェー金沢戦なのだ。ユンジョンハン監督になって4戦4勝の相性の良い相手なのだ。ぜひ勝ち点3を持ち帰ってほしいわね。なのだ。ちなみに次の群馬戦はお休みします。ごめんなさい、なのだ。どうして？スタブル、食べられないじゃない。ちょっと別の場所にお出かけするのだ。メタンを連れて行くから安心してほしいのだ。それは良かったですわ。その動画は気長に待ってほしいのだ。次回の更新は4月上旬になると思うのだ。それでは、ご視聴ありがとうございました。